森敏子は日本人建築家であり、ニューヨークを拠点とする、と子森アーキテクト、PLLC、ビジョンアークの創設者兼取材者、ハーバード大学大学院デザイン研究家建築、実務ロバート P ・ハーバード教授でもある。1995年に彼女は GSD で人気を受ける最初の女性教員になった。森はクーパーユニオンを1971年に、 クーパーユニオン建築学部を1976年に卒業。その後名誉号を受けたハーバード大学デザイン大学院を1996年に終了。自身の事務所を開設する前はエドワード・ララビー・バーンズの下で勤務。森はフロリダ州コネチカット州フロリダ州、メイン州、マサチューセッツ州、ミシガン州、ミネソタ州、ミズーリ州、 ニュージャージー州、ニューヨーク州、ロードアイランド州及びワシントン DC で建築家としてライセンスされている。ハーバード大学大学院デザイン研究科で1995年に任期を受け2002年から2008年まで建築学科の学科長を務めた。森はクーパー・ユニオン建築学校、コロンビア大学及びエール大学の大学院で教鞭をとっている。森は 物質的な革新と概念の明確さへの関心で知られている。彼女の作品には、アートニューヨーク劇場、ブルックリン・チルドレンズ・ミュージアムのキャノピー、ブラウン大学のペンブローク・ホール、モマのデザインや、スミソニアンデザイン・ミュージアムのクーパー、そしてアメリカ、台湾、中国、オーストリアなどの住宅プロジェクトがある。森は、世界経済フォーラムの都市の未来に関する。 世界アジェンダ評議会のメンバーとして、持続可能な建築の研究と調査、都市の住みやすさの向上、効率的な都市サービスの創設をリードしている。また、森は設計革新とコミュニティ参加を目的とした、非営利団体である、アーキテクチャー・フォー・ヒューマニティの役員も務めている。彼女は、数多くの国際的な賞や名誉を受けており、彼女の作品は広く展示され出版されてきた。 2003年には、クーパーユニオンの創立者、ジョン・ヘイ・リューク賞を受賞。2005年に、彼女は、芸術と文学のアメリカアカデミーから、からの建築で、アカデミー賞を受け取っただけでなく、アメリカ建築家協会ニューヨーク賞名誉勲章を授与。彼女のプロジェクトは、クーパー・ヒュイット国立デザイン美術館の、デザインライフナウ、ナショナルデザイントリエンナーレ2006と、 グッケンハイム美術館に展示されている。彼女の作品のモノグラフ、トシコモリアーキテクトは2008年にモーナシェリー、プレスによって出版された。彼女は多くの出版物に貢献しているだけでなく、材料と製造の研究、イマテリアル、ウルトラムティリエルに関して編集を担当。2014年、森はビバリー・ウィリス建築財団が2014年の秋に、 立ち上げた、優れて、多様な場を提供する、ビルトリーウィズ、ニューヨーク市に建設された、ポーパークビジターセンターのデザインを手掛けた。これは、女性のために設計され、作られたスペースである。2015年には、セネガルのシンシアン村にある森の生態文化センターが、オープンした。建物の傾斜屋根は洗練された収水システムで、雨水を貯水槽に吸い込み、 新市安全体の消費量の30%を供給。森がデザインしたニューススタンドが金華建築公園で発表されました。ありがとうございます。